アリゾナは、グヨンラインの所有する客船である。アリゾナは、ジョン・エルダーカンパニーによって建造され、1879年3月10日、月曜日に浸水した。初期は、グヨンラインが所有し、諸女公開の直後に行ったニュージャージー州、サンディホーク、クイーズタウン間の公開では、7日8時間11分で、大西洋を横断するという記録を打ち立て、 東回り航路のブルーリボン賞を受賞した。そしてこの記録を1882年まで保持し続けた。1879年11月7日、アリゾナはリバプールへと向かう、航海の途中で氷山と衝突する事故を起こし、激しく損傷した。なんとか浮いていられたためセント・ジョンズに自力でたどり着き、修理を受けた。修理後もリバプール・ニューヨーク間の定期船として、 使用され続け、1894年5月12日に最後の公開を終えた後、スコットランドのアーガイルビュートで経流、保管された。1884年、アリゾナは WMG ピアースによって改修を受け、工事は1894年に終了した。さらに1898年にさらなる改修を受けたため、総トン数が5305トンに増えた。 アリゾナは短期間、太平洋でサンフランシスコ日本中国間の定期船として使用され、同年、アメリカ合衆国旧陸軍省に引き取られた。その後は、アメリカ陸軍の輸送船として1898年から使用され、1902年にブルックリン海軍交渉で改装を受け、輸送船ハンコックとして北、大西洋で1918年まで運航された。 その後はフィラデルフィア海軍造船所で改装を受けたものの、結局1926年5月にスクラップとなった。ありがとうございます。